こんにちは。小林音楽教室主催の小林陽子です。今日は作曲ソルフェージュクラスの村上玲子先生にお話を伺います。直前講習会の担当の先生になります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、入試の概要を教えてください。東京都立総合芸術高等学校の音楽科実技試験は、一般入試、推薦入試ともに、まず旋律及び和声の書き取り、新曲視唱、ピアノ専攻を除く全ての専攻の方に副科ピアノ、あとそれぞれの専攻実技が課せられています。旋律の書き取り、いわゆる長音について、どのようなポイントがありますでしょうか。旋律長音は長調短調1台ずつ出題されます。いずれも8小節の課題です。長に関してはだいたいシャープフラット3つぐらいまでの長が出題されます。表紙は4/4、4/3、4/2、8/6などがよく見られます。和声の書き取り、いわゆる和声長音についてポイントを教えてください。和声長音は4声帯で、長調短調いずれか1台が出題されます。2/2拍子で8小節、使われる調整はシャープ、フラット3つまでの調がよく見られます。新曲視唱についてポイントを教えてください。新曲視唱は長調短調いずれか1台が出題されます。8小節で4/4拍子、4/3拍子、4/2拍子、8/6拍子がよく見られます。また使われる調はシャープ、フラット3つまでの調がよく見られます。直前講習会に向けてどのようなレッスンを行いますか。まず入試直前講習会では、過去の入試問題を分析、理論的なポイントを挙げていきます。それから類似課題を時間をかけて丁寧に取り組んでいきます。歌い、聞き取り、確実に自分のものにしていきましょう。また受講生それぞれの力を伸ばしたい部分について個々にお答えしていきたいと考えております。それでは過去の入試課題のうち、和声長音の傾向を踏まえた具体例を示しながらお話を伺います。大譜表にバス、テノール、アルト、ソプラノの各声部を独立させて記入する、いわゆる乖離と呼ばれる課題が出題されます。難易度は高いですが、問題数をこなすことで正答率を上げやすい種目でもあります。もちろん和声と理論的な知識があれば回答しやすくなります。各和音4声帯を響きとして聞くことができれば理想ですが、一番高い声部のソプラノ、一番低い声部のバスから聞き取り、内声のアルト、テノールを埋めていくように書いていきましょう。それではここで過去の入試問題の傾向から作成した例題を挙げます。ヘ長調 F ドゥア、2/2拍子、8小節です。問題には借用和音が多く含まれています。この課題ですと、これらの部分が借用和音です。借用和音というのは、一時的に用いられる主調以外の調の音を用いた和音のことですが、すなわち寄付の上では臨時記号を使わなければならない和音ということでもあります。臨時記号によって生じる半音の違いを感じ取るには、
課題の主張の響きをしっかりと把握することが必要となります。この例題の場合、ヘ長調、F ドゥアの響きを把握しましょう。ところで、和声長音の課題の最初に用いられる和音は手話音、一度の和音です。手話音はその調の性格を表す主人公的な和音といえます。この例題は F ドゥアですので、手話音は F、A、C、ファラドです。一度の和音といっても響きは様々ですね。課題の最初の手話音は、その後の主張の響きの確認をしうる存在で、各声部の流れの起点となりますので、正しい配置を聞き取るようにしましょう。なお、和声長音の課題の最後の和音も、一度が用いられます。課題の最後の一度の和音は、声部の連結の都合上、第5音がない場合もあります。この課題ですと、チェとの音がありません。このような点も気をつけて聞き取るようにしましょう。小林音楽教室では直前講習会を開催いたします。詳しくはホームページをご覧ください。